はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。今日ね、ご紹介するのは、ガンガンチェンジゴーストということで、仮面ライダーゴーストの俺魂と仮面ライダーゴースト武蔵魂をご紹介します。 もう一個ね、えー、仮面ライダーゴーストのロビン魂っていうのがあるんですけども、ちょっとね、それは、えっ、ー、と、お店でね、見つけることができませんでしたので、このね、2種類をご紹介したいと思います。もうね、パッケージにね、えー、書いてありますけども、ちょっとね、フォールームっていうかね、フォームが、えー、チェンジするということで、こんなね、商品になっております。えー、それぞれのパッケージのね、 裏側にはね完成品があります。さっきね、ちょっと1個足りないって言ってたのが、このね、ロビン魂というね、緑のやつなんですけどね、今回ちょっとこれはね、ご紹介できません。はい。えー、じゃあね、早速、ね中身をね、紹介していきたいと思いますけども、まずね、じゃあ最初に、このね、えー、仮面ライダーゴーストのね、俺魂の方ね、えー、ちょっとね、開けていきたいと思います。はい。 ね、なかなか、これは、ね、スタンダードなね、ホームのゴーストですね。はい。じゃあ、早速、開けていきましょう。エコリット。はい。えー、中はね、もうね、ほぼ、完成品がね、入っております。それから、ポコッと、はい。美味しいラムネが入ってます。これをね、せないでください。はい。えー、どうもね、箱の中になんか、細かいことが書いてあるみたいなんでね、ちょっとね、この箱を崩していきたいと思います。 はい。こんな感じで、えー、仮面ライダーゴースト、俺魂ということでね、いろいろ遊ぶ、遊ぶ前にということで、こんな感じでね、説明書が書かれてますね。はい。で、最後にね、えー、いろいろこういう風に、えー、フォルムがね、変わるということで、なんかね、足を折りたたんでね、尻尾を出すと。でそうするとなんか本当に幽霊みたいなね、えー、フォルムになるということです。はい。じゃあね、早速ね、袋の中から出していきましょう。よいしょ。はい。 はい、えー、こんな感じですね。これが仮面ライダーゴーストの俺魂ということですね。はい、裏はこんな感じです。もう真っ黒毛ですね、裏はね。はい。はい、こんな感じで。えーとね、よいしょ。いろいろ腕がね、こう動かせたりしますね。足も動かせたりします。はい、えーとね、変形できるみたいですけども、 えちょっと変形は後にして、えー、もう1体の方のね武蔵魂の方をちょっとね紹介していきたいと思うんですけどもはい、えー、全体ねいいでしょうかはい俺魂こんな感じになってまーすはい、えー、次にね武蔵魂の方ですけども同じようにねパッケージを開けていきましょうはい、えー、中はねはいこんな感じでもう完成品です同じようにおい、えー、しいラムネが入ってますね はい。で、箱のね、中はね、ここに同じようなね、説明書きが書いてますんで、えー、読んでみてください。じゃあ早速ね、これを開けていきましょう。じゃんじゃじゃーん、ということで。はい。えー、ムサシ魂ということでね、えー、二刀流の剣を使うね、武蔵にあやかってね、顔にはね、なんかこういうね、刀のね、バッテンみたいなね、感じになってます。はい。えー、赤いね、 なんかこういうね、衣装で。なかなかね、かっこいいじゃないでしょうか。スタンダードのフォルムと違って、後ろから見てもこういう赤のね、カラーリングがあるんでえ、ちょんまげみたいなのも言ってますけども、なかなかね、ちょっとインパクトがあっていいんじゃないでしょうか。はい。なかなか、なんか胸のとこもなんかね、これありますね。はい。じゃあね、ちょっとね、二つね、並べてみましょう。はい。これが最初に紹介した俺魂で、こっちがね、武蔵魂になります。はい。こんな感じで。 どうでしょうなかなかかっこいいですね。はい。やっぱね、こう横にこう向いても、裏を向いても、やっぱね、武蔵魂の方がね、赤いね、カラーがあるだけ、ちょっとね、えー、インパクトがあって目立ちますね。はい、こんな感じで。じゃあね、えー、これがあの、標準のね、形なんで、これをね、えー、お化けのね、ようなフォルムにね、ちょっとね、変形してみたいと思います。はい、えー、じゃあね、俺魂の方からね、 ちょっと変形をね、してみたいと思います。変形するとね、俺ゴーストっていうのにね、えー、なるみたいですけども、まず、えー、足をね、あ足じゃねいまずね、手を前にこう180度ね、こう前にね、こう前にこうね、前へ習えみたいにこうしますね。でね、腰からこう足をね、くるっと回転します。ね、顔変わったの分かりますこれ顔が、さっきの仮面ライダーの顔からね、 ゴーストの顔になります。で、足を後ろにポコッと折りたたんで、えっ、ー、と、ここのね、中にこう、ヒレみたいな、ちょっと黒くてわかんないですけどね、ヒレみたいなのがあるんですね。で、これをポコッとね、起こします。そうするとね、えー、こんな感じで、え愛、ー、い,いね、えー、幽霊君みたいになりますね。<noise> これがね、えー、俺ゴーストっていうやつですね。はい、こんな感じでね、えー、お化け。 フォームに、まあ、変形することができましたじゃあはい、えね、ー、武蔵の方もね、変形していきましょう。同じようにね、えー、手をね、こう、180度前にやります。はい、こんな感じでね、前な習えみたいな、なんかトーファーみたいな持ってますね。はい、こんな感じで、で、腰からね、こう、足を180度くるっと回します。ね。 ほら、目がね、お化けのね、ゴーストの目になりました。それで、腰をポコッと、180ドルとね、これよくわかりますね。赤いヒレみたいなのが出てきますから、これをね、ポコッと起こすと、ね、ほら、これもね、俺ゴーストのね、ホームになりました。さっきのね、えー、標準のパターンのやつと合わせますと、ね、こんな感じで、ね、お化けホームのやつがね、2つ、ルル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 ってね、そんな感じになってまーす。 はい。なかなか面白いですね。こういうね、変形するね、触玩ってなかなか面白いです。ポージングを撮るのも楽しいですけどね。こういう変形もの、なかなかね、子供さんね、えー、楽しめるんじゃないでしょうか。はい。ということでね、今回はガンガンチェンジゴーストということで、仮面ライダーゴースト、俺魂と武蔵魂ご紹介しました。ね、興味ある方、スーパーコンビニのね、 えー、お菓子売り場ちょっと覗いてみてください。それじゃあ、また